2021年5月31日に総合で番組朝一番組として痩せてについて特集しました。その中で驚いたのは、この資材を株価15の方も結構で消費電力が 20% 削減できるというのは非常に驚きました。あまりにも消費電力の、削減幅が大きいので、これだけで本当これだけで省エネなのかという感じがしたのです。また室外機を15度傾けるということは思っているのも難しい気がしました。室外機の電源を外して動かさなければいけないのと、これが難しいです。電源を外さなければいけないのと、固定されて室外機を動かせないのです。そういった場合、室外機の前に水障害になるということで、こちらで室外機について紹介しています。実際に自分が去年夏